クラシル。焼くとまた香りが出てきます。すごく綺麗に焼けております。ジュワッと美味しそうです。はい、ブルギニオンの菊池です。今日は鶏もも肉の香草パン粉焼きを作りたいと思います。ドレッシングを作っていきたいと思います。まずボウルを用意して、ボウルが動かないように濡れたタオルで輪っかを作って、そこにしっかりとボウルを固定してあげるようにします。こちらにマスタード、マスタードと白ワインビネガー、そして塩を3つまみ、1、2、3で、胡椒を少々で、こちらをまず1回混ぜます。今日のこのマスタードは 30g、 白ワインビネガーは 30g、 そしてサラダオイルが 90cc です。このようにまずはマスタードと白ワインビネガーをよく混ぜます。ここに少しずつサラダオイルを入れていきます。乳化させます。いっぺんに入れてしまうと分離してしまう場合などがあります。マヨネーズを作る要領で糸を垂らすように少しずつ油とドレッシングとマスタードをこのようにクリーミーな状態で保っていきます。ちょっと味を見てみます。美味しいです。はい、ドレッシングの出来上がりです。では香草パン粉を作りたいと思います。パン粉、乾燥のパン粉にニンニクのみじん切り、ローズマリーのみじん切り、パセリのみじん切りを入れます。ここに、全体に絡むようにオリーブオイルを入れます。全体に油が絡むくらいに回していきます。よく混ぜます。パン粉にニンニクの風味とローズマリーとパセリの風味を含ませていきます。はい、全体に絡まりました。だいたい 25g くらいオリーブオイルを入れました。こんな感じです。焼くとまた香りが出てきます。クラシルのアプリでル・ブルギニオンを検索してみてください。鶏肉です。これスーパーで鶏肉を買ってきたら、まずチェックしていただきたいのが関節のところの筋があることが多いですので、これを取り除きます。全部取る必要はないですが、少しこのように筋が気になるようでしたら取ってください。で、あとここのところにも筋があったりしますので、余分な油と一緒に切ります。全体を手でチェックします。 OK です。いいですね。よいしょ。はい、ではこの鶏肉に塩と胡椒をします。皮目に少し強めに塩をします。で、ひっくり返して身の方にも塩をします。若干先ほどよりも弱く。皆さんお肉に塩をしているのを見ると塩分が強いなって思われるかもしれませんが、フランス料理は比較的素材に塩をするお料理です。塩と胡椒をして、これ全体に塩をすると少し水分が出てきます。その水分をペーパーで取ります。はい、水分が出てきた鶏を一回キッチンペーパーに取ります。このように水分が出てきているので、これを両方余分な水分は取ります。余分な水分があるままに焼いてしまうと、それが焦げの原因になってしまいますので、できたらこう一旦こう水分を取った方がカリッと
焼くことがその方ができます。よし、焼いていきます。はい、では鶏肉を焼いていきます。大さじ1くらいのオリーブオイルを流します。鶏肉の皮はできるだけカリッと焼いた方が美味しいと思います。カリッと焼くコツですが、この皮の目とフライパンの間にしっかりオリーブオイルが流れていて、その上を鶏肉が泳いでいるイメージでゆっくり焼いていってください。で、あと鶏肉を焼くときは水分がありますので、油と水なので跳ねることがあります。気をつけてください。その都度火加減よりもフライパンの中の温度を意識するように、中の温度が下がってきたなと思ったら強火にして、ちょっと熱くなりすぎてきたなと思ったら弱火にしましょう。常に火の加減を一定にするのではなくて、この中の温度を一定にしてあげる方が大事だと思います。途中フライパンの中よく火が当たるところ当たらないところっていうのがあるので、少しこうぐるぐる回してあげるように、こうちょっとこう真ん中がどうしてもくぼみますので、真ん中のところを焼き色がつきやすくなるように焼いていきます。だいぶいい感じに焼けてきました。この肉の方を焼くと肉は硬くなってしまいますので、ほとんどイメージとしては皮の方を焼いて火を通していくイメージです。で、皮はカリッと焼けてた方が絶対に美味しいです。焼き加減なんですが、まずこのお料理はこの後ひっくり返して、皮目にマスタードとパン粉を塗ってオーブンでまた火を入れます。ですから今ここで完全に火を入れるというよりも、火が完全に入る手前のところまでで、こう見ていただくと外側から白くなってきました。真ん中のところが赤いので、これを後でひっくり返して全体に火を通す、じんわりと火を入れていくイメージです。いい感じに焼けてきています。で、中からだんだん温まってきて肉汁が出てきてます。ここでもし家庭に金蒸しがありましたら、中の温度をこう測ってみましょう。あったかくなってきてます。では皮がきれいに焼けてるかなと確認した上で、一回火から外して、肉の身の方はあまり焼きたくないので繰り返します。すごくきれいに焼けております。ここで軽く温めます。皮目を焼いてる時はずっと火にかけてましたけど、こちらの肉の方を焼くときは火から外して、肉が硬くならないように温めるイメージでフライパンの上でちょっと休ませてあげます。このように白くなりました。でも中はまだちょっとレアな感じです。で、ここにこれを一度網にとって、はい、ここにマスタードと香草パン粉を塗ります。皮目パリパリです。はいはい、マスタードを塗ったらこの上にパン粉を乗せます。これをオーブンに入れます。はい、200度から220度くらいのオーブンに入れます。サラダを和えます。少し塩をしてドレッシングを入れます。全体にドレッシングを絡めてサラダを盛ります。はい、美味しそうに焼けました。はい、鶏もも肉の香草パン粉焼きです。じゅわっと美味しそうです。いい香りがしております。
はい、盛り付けます。よいしょ、ちゃんとそのままです。召し上がってください。鶏もも肉の香草パン粉焼き完成です。召し上がってください。ルーブルギニオンの YouTube チャンネルもありますので、ぜひご覧になってみてください。こちらです。では鶏もも肉の香草パン粉焼き試食したいと思います。すごい香り、いただきます。おいしい。皆さんに食べさせたみたいです。もも肉の皮目がパリッと焼けていて、とっても美味しかったです。皆さんもぜひ作ってみてください。今回のレシピはこちらの本、家庭で美味しくできる初めてのフレンチにも載っております。ぜひ真似して作ってみてください。